不動道明王院は、京都府京都市下京区にある寺院である。本尊は、霊石不動と称する不動明王像で、地中深くに封じられているため、現在は、御前立の不動明王立像を拝むこととなっている。古くは、密教寺院であったようだが、現在は、浄土宗西山派となっている。寺門は八重桜であり、歌天皇との関係を伺うことができる。名称は、 不動堂々と表記するが、地元の人々には不動堂として親しまれている。自伝によれば、公認十二年に空海が都内に当寺を賜った時、当寺より見て鬼門に当たる地に一体の不動明王像を祀ったことを始まりとしている。空海はこの土地にて一気の霊石を発見し、その石に不動明王を彫刻し石棺に収めて遺族を深くに安置したという。歌天皇は、 正体2年に五院として、楽南の帝子院を離宮とした。歌天皇は、帝子院を建築するにあたり先の不動明王像が、安置された井戸を直命によって封じた。またこの霊石に刻まれた、不動明王像を、霊石不動明王と名付け、特別に祀ったという。室町時代の応仁の乱の陛下により、帝子院は消失するが、遺族に安置された。 不動明王像はそのまま残ったという。現在の本堂は、明和元年の建立である。新選組が頓所としていた西本願寺から、慶応三年八百六十七年六月十五日に、不動堂村へ移り、頓所を建てた。正確な場所などはわかっていないが、今の不動堂明王院周辺だったのではないかと考えられている。このことから不動堂明王院には、 新鮮組幻のトンという提灯がかけられている。トンの広さは1万平方メートル。表門、公平、玄関、長屋、死者の間、近藤勇、肘方歳三ら幹部の今、平大使の部屋、客間、馬屋、物見中間と小物の部屋、大風呂は30人が一度に入れた。大名屋敷と比べても遜色ない構えだった。12月14日。 伏見奉行所へ引き払うまでの6ヶ月間、頓所として使用した。参考、一部引用。ありがとうございます。